ルドの夜か。ここを切り抜ければまた新たな道が開けるはずです。これまで以上に強大な魔物の気配もするわね。上等じゃねえか。アドルさん、状況を把握しつつ慎重に行きましょう。怪人たちよ、
助力が必要だ。一丁上がりね。あと少し押し切るわよ。ここは任せてくれ。こんなところか。次も気を抜くでないぞ。グリムワルドの夜、そういえば地下墓所の壁画にも描かれていましたね。あれを見る限り、かなり昔から繰り返されてきたみたいだけど。結局グリムワルドって何なのかしら。グリムニルが作り出した世界を浄化する仕組みと言えるな。グリムニル、ノース教テアラの出身だったか。てかアプリリス、てめえだんまりを決め込んできたのに、今さらどういう風の吹き回しだ。そろそろ頃合いだと思ってな。今のそなたたちなら私の話も受け入れられるだろう。勝手なやつだぜ。世界を浄化ってどういうことですか。古来より人の営みは世界を汚す。憎悪、悲哀、欲望、悔恨、負の感情は世界の認識を歪ませる。世界のありようは変わらないのに、人が世界を貶めるのだ。強い負の感情は蓄積しやすく、そして浄化されにくい。それらがこの地に淀むと、やがて魔物になるとされている。古代グリア人には悪霊とも呼ばれたか。それじゃあ私たちが戦っているのは。人から生まれた鮮烈な感情の慣れの果て。うむ、かつてグリムニルを中心とする神々がこの地に降り立った際、彼らはこの地に安寧をもたらすため人の産む魔物を浄化する場を設けた。それこそがグリムワルドの夜だ。そうだったのか。でも壁画で魔物と戦ってたのはグリムニルの使わす半身だったけど、今戦っている僕たちはいなくなった神々の代わりってこと。うむ、半分は正解だ。魔物を放置すればどうなるかは想像に難くないだろう。このグリアの
地におけるあらゆる秩序が失われることになる。そんな赤の王よ、残る真実は監獄にて確認するがいい。監獄に何があるっていうのかしら。やれやれ、ここで教えてくれりゃ手間が省けるってのによ。以前言った通り、自分たちで見て、そして判断を下すがいい。大丈夫、ここまで来たそなたたちならきっと。それでは健闘を祈っているぞ。障壁が消滅したようですね。よし、これで先に進むことができる。よどんだ人の感情を処理するグリムワールドの夜が。はい、驚きました。じゃあグリムワールドと監獄には一体何の関係があるんだ。負の感情が魔物を生むとしたら、確かに監獄は関係してそうだな。それだけではない気もしますね。ここで考えても仕方ないわ。ちゃちゃっと言って、ちゃちゃっと確認するわよ。しておくとするか。ま、こんなところか。ゆっくり考えな。これに挑戦するのか。
てちょうだい。
しましょうか。かしこまりました。他にまたいつでも行ってください。気柄給料、なんだか不気味ですね。そりゃここで大勢死んでるからな。バルドゥークにとってこのコースは防衛の要衝だからね。何かあるぞ。Yeah!
何かあるぞ。処理するのがクリムワルドでしたよね。ロムンとの戦争があった時もアプリリスさんは一人で戦っていたんでしょう。今より本当クリムワルドは活性化していたから、何かあるみたいですね。
そこへ行くが。
楽着だね。怪人たちよ、みんな始めるぞ。任せたぞ。崩したぞ。
蹴散らしなさい。はい、僕の出番ですね。これで元通りです。いけ。私にもできるはず。調子で頼むぞ。肩を揉んであげましょうか。意外と悪くないものだね。
しておくとするか。よし、これで完成だ。